フレッシュレモンになりたいの。サウナに入れたことが楽しかったです。ありがとうございます、はい。うん、でなんかサバサバしてるけどめちゃくちゃ優しくて、ね、なんかいろいろその撮影の時もあのみんなのことを一番に考えてるタイプで、そうだから私はめっちゃ本当に優しい。サウナのように熱をどんどん上げて、みんなでこの、映画とともにサウナ業界も盛り上げて、これからもいけたらいいなと思っています。皆さんの人生が整いますように。それではまたいつか会えますことを楽しみにしています。本日は本当にありがとうございました。